こんばんは。レートがリセットされて新シーズンが始まりましたね。まずお知らせです。あさっての5月20日土曜日20時から仲間大会をやろうと思います。まあ、対戦数もマックス10戦に設定しててサクッと終わらせれるし、まあ、1位になった方には少ないですが、まあ、ウェブマネーを贈呈しようと思ってます。まあ、あと多分僕の動画見てる人って2話にわかの人多いから、まあ、参加人数次第では切り番賞、まあ、例えば参加者300人だったら、まあ、100位と200位踏めた人にも何か提供しようと考えてるので、まあ、別に勝ち負けにこだわらずに気楽に10戦楽しんでもらえればなと考えてます。まあ、動画化や生放送は自由にしてもらって OK なのでじゃんじゃんやってくれ。まあ、詳細は下の動画概要欄に載せておくので、まあ、興味ある方はぜひ目を通してみてください。はい、ということでさすがに大会出てねという宣伝だけだと動画的に寂しいので対戦も載せとこうと思います。まあ、ちなみに使うのはヘラクロスですね。まあ、ヘラクロスは今シーズンから新たに解禁されたメガ進化なんですけど、まあ、なんかそこら辺の説明はまあ特にする必要もなくて、まあ、ただ新しく追加されたメガ進化ポケモンだから、まあ、使いたいなと思って連れてきたのが、まあ、事の発端なんですけど、これヘラクロスいけるんじゃないか。出すか。ヘラミミッキュなんかでいい気がする。リザードンきついかな、ヘラミミッキュだと。って考えるとラストヒードラン、まあ、相手のリザードンが X で地震やったら死亡だけどいい気がする。うん、そうしよう。ヘラクロスから入、いやでもヘラクロスから入るのはあれか、リザが来た場合はドランに下げたらいいけど、多分ドランこいつ耐久にあんま振ってないんで、カプテデフに何回も後出しができる駒じゃないんだよな。それがネックなんだけど、まあいっか。ヘラから入ろう。ヘラドラン、ユクシーとかから来られるとめんどくさいんで、ヘラドランミミッキュにします。ちょっと鼻水が止まんねえ。まあ変わんないか。なんか僕いつもコメントで書かれてるもん、なんか今日鼻声だなって。別にその日体調悪かったわけでもないのにコメントでなんか今日鼻声っぽいですね、風邪ひきましたみたいなことが書かれることあるから、まあ、鼻水出てようが出てなかろうが関係なかったわ。はい、対戦よろしくお願いします。あ、ヘローチだったらヘラクロスで OK だったってなるな。ヘローチって絶対ヘラクロスに打点ないんで、ここトンボ返りで逃げるんですよ。で、逃げ先が何か分かんないけど、まあロックブラストでいいんじゃないか、ここは。うん、まあ、仮にヘローチ側が突っ張ってきたとしてもロックブラで倒せるんで、まあ、ちなみにシーズン変わってレートリセットされてるんで1500からのスタートになってます。え、何してんの。あ、てかこれあれじゃん、虫格闘タイプ VS 虫格闘タイプじゃん。まあ、ヘラキオスの実質ウルトラビーストってことですね。あ、引っ込める。リザードになったら相手死ぬんだけど。あ、ランドロスか。まあ、手堅く来ますね。可能性として考えてなかったわけじゃないんだけど、ランドバックをな。あんま僕なんかあれだな、ヘラクロス使ったことないんですよね、メガ進化ポケモンの中でも。なんか基本的に僕ルカリエを好んで使ってるじゃないですか。で、格闘と格闘でタイプかぶるからヘラを使ったことあんまないんですけど、まあ、威嚇もらったしロックブラストタイプ不一致だしこんなもんか。まあ、ヘラクロスのロックブラストは5発当たるんでね。でもこれランドロス側からもうヘラに対する打点ないんで、まあ、ロックブラ突っ張でいいや。あのリザラシがマジで嫌だから死ぬほどロックブラスト打ち続けます。なだれ、待って、ずるい。ずるい。それはずるくない。オッケーオッケー。ヘラクロス、おーい。ヘラクロスね、物理耐久は結構あって、あー微妙いな。次ひるんだらヘラクロスそのまま潰されるな。ここロックブラストじゃなくてさすがに命中安定で種マシンガン打ちました。んー、どうしたがいいんだ。トリックルーム貼っといたがいいか。いや、次岩なだれでひるんだらさ、マジでなえるんだけど。本当にやめてほしい、そういうことは。マジでなえるからさ、ここ種まで多分なだれ突っ張なんで相手ひるみに甘えてくるはず。オッケーロックブラストはちょっと命中率の関係上確率的に。よし、えらい。さすが今日の主役のだけのことはある。ランドロス突破していく。これ多分トリックルーム、耳かすがトリックルームあるんで、まあ、最悪ドラン切って耳かすでトリル展開すれば勝てるはず。ヘローチ、ヘラはまだ取っときたいよな。あーでもヘラ切ってもいいか。ヘラ切って耳かすで取りる。いや、ドランが多分一番いらないからドラン切りで。
ここはなんだろう、打ってくるとしたら冷凍ビームとかだと思うんだけど、トンボ返りは多分選択肢として一番ないんだけど、まあ、もしトンボ返り打たれ、あのミミッキュ出したタイミングでトンボ返り打たれるとめんどくさいんで、一旦ヒードロの挟みを。いや、ここ別にトンボ返り絶対ないだろうしな、ミミッキュに下げてもいい気がするけどな。いい気がするけど、まあ万が一のことがあったらめんどくさいんで、ドランで突っ張ります。いざ。アルティメットクッション。まあ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 、久々にミミッキュも使うな。最近僕ミミッキュはめちゃくちゃ好きなポケモンの一匹なんですけど、まあその強いからうんぬんとかじゃなくて、単純になんかその特性とか見た目とかで結構僕ミミッキュのこと好きなんですけど、最近使ってなかったからな、なんか本当に久々に使いますね。トリックルーム、何飛びかかるって、あ、これあれか、なんだっけ、攻撃力下げる技ですよね。マッシブーンに打たれたことあるわ。攻撃、飛びかかるは攻撃技で、その負荷効果で相手の攻撃力を下げるっていう、まあ、そんな技です。はい、トリル。ここ呪いでいいな、呪いでいいよな。いや、いや待てよ、タスキでトンボ返りとかされたらめんどくさいから、ヘローチがもしタスキだったら、だからここは殴っといてがいいのか。よし、トリックルームターンが4ターンだから4回のうちに相手を仕留めなければダメ。タスキだよな多分。うん、毒好き落ちますかねこれ。いや多分いけると思うんだけどな。どうしようかな、どうしようかな。ちょっとよ、毒好きが予想以上に入らなかった。ここミミッキュ倒してほしかったんだけど、呪いでいっか。テテフ、あれこれやばくない？いや大丈夫か、ちょっと待って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 待てよ。トリックルームターン、マジか、いやね、テテフだったら完全にヒードラン残しが正解だったじゃん。だから無駄にヘラクロス活躍させてあげようと下手に立ち回った結果負けそうになってるっていう。で、こっから僕が動けるのは2ターンだから、あれ普通にやばくないか、あれやばいよなこれ、あれじゃね、じゃね、待て待て待て、普通に負け説がある、負け説があるぞこれ。いや相手でもこれテテフ取っとくと思うんですよね。だから呪いで多分フェローチ切ってくるんで、オッケーオッケーオッケー。いやこれテテフがもし普通に突っ張って再起ね打ってきてたら負けてた。そもそも僕が無駄にヘラキロスを生かす立ち回りをしなければもっと楽に勝ててました。こんなことせずとも、まあ、勝ったんでよしとするか。メンヘラミミック、ヘラキロス出すんですけど、種マシンガンじゃ多分落ちないよな。あのミサイル針だったら確実に多分テテフ飛ばせるんですけど、ミサイル針って命中率が 95% なんですよ。あの100回、あやべ、ニセトロ止まった。あの100回打ったら5回外れるんですよね。まあ当てると信じてミサイル針打つか。よし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 、くたばれ。あー、こんなもんか。あ、てかミサイル針のあれだな、エフェクトっていうかモーション初めて見たな、サンムーンになってから。対戦ありがとうございました。相手のレートめちゃくちゃ高かったんだけど、今の時期の1690って多分相当高いと思うんだよな。対戦よろしくお願いします。だから全然よくわかんねえ、あのパーティー目的が。あー、ボーマンダがちょっとネックか。まあ、とりあえずまず一番最初に考えるのは僕がヘラクロスを出せるかどうかっていうの話なんですけど、トリックルーム貼ってで展開した際に威嚇ボーバンダを残される立ち回りをするとされると、まあちょっと苦しくなるかなって感じ。どうしようかな。ブルールから入ってきそうな気がしなくもない。
ヘラクロスから入っていいか。ヘラクロスってエフィのサイコキニシスぐらいだったら一発耐えないから、さすがに無理かな。どうしよう。壁展開、まあいいか。ヘラで、ヘラミミッキーは出すとして、ボーマンダだな、問題ネック。ネックになってくるのがボーマンダなんですけど、ゴツメランドロスじゃボーマンダごまかせないんだよな。他出すやついねえし、ランドロスでも出しとくが、対戦よろしくお願いします。なんかヘラクロスはその、まあ、今結構使ってる人多いんですけど、新メガ進化ポケモンということで、あんまでも僕ヘラクロスに対しての強さの魅力を感じないから、終盤減りそうな気がするんだけど、どうなんだろう。普通に強いんかな。あんまりなんか個人的には、フェアリー環境だから環境が、あとボーバンドとかも環境をブイブイ言わせてるから、なんか最終的にはなんか数を減らしそうかなってのが、個人的な意見ではあるんだけど、これ出し勝ちか出し負けかわかんねえな。わかんねえな。ブルルってさ、あの草技しかないんで、ヘラクロスに多分対面不利だと思うんですけど、普通は。ただなんか突っ張っていきそうな気もするんだよな。ロックブラスト打ったがいいのかな。迷うなこれ。いや、マンダイオウンだったらロックブラ一択なんですよ。で多分ウナボーマンダいるんですよね、おそらく。でもロケブラ打ってブルル側が突っ張ってきた時がマジで面白くないから、ミサイル撃とう普通に。あー、やっぱ突っ張ってきた。オッケー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 。さてこれでも結構まだ知らない人多いと思うから、ブルルとヘラクロスどっちが有利対面なのかってことを、素早さ測ってる。あ、でもね、ブルル僕育成したことあるんですけど、こいつ試練の続き覚えるんですよ。試練の続き飛んできたらちょっとやばいかもしれない。あ、でも結構入るな。あ、結構いけんじゃん。思ったよりミサイル針入る。自然の怒りは全然 OK で、次ロックブラスト打ちます。交代してくるとしたらここのタイミングだし、ここまで削っておけば絶対ロックブラストで落とせるから、ブレで落としとけば。てかランド腐ってるな。なんで選出したんだろう。ボーマンデアミーロックブラスト来い。ボーマンだよーい。言ってましたよ、偉い人が。ヘラクロス使いは交換読み大好きって。うん。あー、でも全然入んないですね、やっぱり。こんなもんか。一発でも急所当ててくれたら結構変わってたけど、ここ羽休みしてくると思うんで、羽休みだと思うんですよね。でもランドロス出したところであんまり意味ないから、ここもミミッキ投げます。てか威嚇込みだとヘラクロス6ブラでマンダ貫けないのはまぁ、ちょっといただけない気がしますけどね。どうなんだろう。あと1匹なんだろうな。あー、でヒードランっぽいな。ブルルドランっていうサイクルの並びありますから、敗北。羽休めないのか。トリックルームを張るかどうか。相手のブルルの方が早いんだよな。で、ドランとヘラクロスも素早さ関係が割と微妙なラインで、ヒードランってヘラクロス S 振ってるからな、少し。相手のヒードランが素早さ振ってなかったら、トリル張るの失敗になっちゃうし、ここ結構難しい場面ですけど、相手的にはここ絶対影打ちを警戒したい場面だと思うんだよな。と思って。ランド出しでいっか。ドラン来てもランドだったら間に合うか。いろいろ考えたんですけど、ボーマンダ突っ張りか。絶対ここボーマンダ突っ張りないと思ったんだけど。ヘラクロスまだいるし。マジで？マジで？スカーフ警戒しろ、スカーフ警戒しろ。やべえ、マジで絶対下げてくると思ったのに。いや、死ねよな。いや、これ急所は多分あんま関係ないと思います。あー、結構しんどくなってきたぞ。ミミッキュトリル張った方がいいのかな。いや、マジやばいな。トリル張った方がいいのかな。いや、トリル張ったがいいか。ハロー、マンダのハイバー耐える。ヘラクロスでもう全員ぶっ倒す。いや、あそこなんでランド出したかっていうと、絶対相手影打ち読みで交代してくると思ったんですよ。で、ランド出してステルスロック負けたらボーバンダ縛れるから、
ヘラクロスがだいぶ動きやすくなるなって考えたんですけど、ここもミミッキ取っとく意味ないんで早めに死んでもらいます。で、こっから3回ヘラクロスが自由に動ける。3ターンの間に勝負決めれたら勝ち。ヤドラン負けじゃね？ちょっと待って。ヤドランは負けでは？何それ？いや、それは耐えるでしょ。だってわかんない、微妙。なんだ水ゼットヤドランって。いや無理かな。いや減ら、相手のヤドランの振り方次第か。いや無理か、無理でした。はい、終わり。最後にもう一度、あさって5月20日土曜日の、夜20時から景品ありのポケモン大会やるんで、じゃんじゃん参加してください。参加条件はそんなに多くなくて、一番重要なのはこの動画の下に書いてある説明文を読むってことと、あとやってくれたら嬉しいのは僕のチャンネルを登録で、次言うこと絶対やってほしいんですけど、ツイッターフォローしてください。別になんか景品の授与とかいらないよって人は別にツイッターフォローしなくてもいいんですけど、一番連絡取りやすいのがツイッターなんで、本人確認とかしやすいのが、それも下の概要欄に載せとくんで、こっちもフォローしてください。以上、動画のご視聴ありがとうございました。前の動画は左、次の動画は右の枠からご視聴いただけます。チャンネル登録は真ん中の緑のアイコンからご登録いただけます。これ僕のオリジナルキャラクターのバーっていうやつなんで、よかったら覚えて帰ってください。その他動画は説明文にまとめてあるので、興味があればよろしくお願いいたします。